バカな、時を止めただと。俺が9秒動いた限界直後の時点で。どんな気分だディオ。動けねえのに背後から近づかれる気分ってのは、例えると水の中に1分しか潜ってられない男が限界1分目にやっと水面で呼吸しようとした瞬間、グイッとさらに水中に引きずり込まれる気分に似てるってのはどうかな。しかしてめえの場合、全然かわいそうとは思わん。時は動き始めた。お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。てめえをかわいそうとは全く思わねえ。しかしこのままおめえをなぶって始末するってやり方は、俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足が治癒するのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかってきな。西部劇のガンマン風に言うと抜きな、どっちが素早いか試してみようぜというやつだぜ。こけにしやがって。しかし丈太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵するそのくだらないものの考え方が命取りよ。このディオにはそれはない。あるのはシンプルな、たった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する。それだけよ、それだけの満足感よ。その地の記憶このまま朝日を待てば塵になる。てめえの敗因はたった一つだぜディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。